オーダー受けたまりました。サンジを仲間に加えたルフィたちはメリー号と共に姿を消したナミを追って彼女の故郷ココヤシ村を訪れていた。かつて繊細孤児だったナミは元海兵の養母ベルメールによってこの村で大切に育てられた。しかし突然現れた魚人海賊団によって幸福な日常は一変する。魚人海賊団を率いるアーロンは村の人々に上納金を要求し、金を払えなかったベルメールを見せしめに殺害したのである。幼くして養母を失ったナミはアーロンと交わした1億ベリーで村を解放するという約束を信じ、魚人海賊団の測量士となった。村を救うため一人で戦うことを決意したナミ、以来海に出ては海賊たちから宝を奪い、ついに約束の1億ベリーが目前となるが、もう少しだよ、ベルメールさん。もう少しで、何もかも帰ってくる。ココヤシ村も、みかん畑も、私の夢も、長かったけど、1億ベリーまで、残り、あと700万ベリー。今の私なら、あと1回後悔すれば、必ず手に入れられるはず。あと、たった一回の後悔で、すべてが返ってくる。すべて報われる。アーロンから解放されるんだ。ベルメールさん、そしたら私、やっと、心の底から笑えそうな気がするよ。おお、どうした我らが有能なる測量士よ。血相を変えて。あんたが手を回した海軍が、私のお金を奪いに来たわ。どういうことよ。お金の上の約束は、死んでも守るんじゃなかったの。守るぜ。俺がいつ約束を破った。とぼけるな。お前が海軍に私の金を。俺が約束をいつ破った、言ってみろ。シャーク。ルフィ、何を、何も知らないくせに。うん、知らねえ。あんたには関係ないから、島から出てけって言ったでしょ。ああ、言われた。ルフィ、助けて。当たり前だ。行くぞ。お、俺たちにはかなわねえのか。村の連中がやべえ。あっちを片付けとくか。ナミさんを泣かせるような奴らは一匹残らず下ろしてやるぜ。暑苦しい野郎だね。これは
司令塔の役を引き受ける戦闘はお前らに任せたからな。それよりアーロンのところに行かねえと。同胞たちよ、くだらねえ人間どもに巨人がどれだけ優れた種族か教えてやれ。やつら水路を使って移動してんのか。これじゃ手が出せねえぞ。水中で呼吸もできねえとは哀れな生き物だな。お、頼もしいな。実は向こうに水路の水を止めるスイッチがあるんだな。よし、俺が引き受けた。行儀は悪いな。ののキャノン。よし、あいつ一人で大丈夫かよ。ところで貴様らの運命は微塵も変わりゃしねえぞ。敵の援軍が止まらない。ピクロを使って裏から攻めるのよ。見てろ、子供。よし、援護は俺に任せろ。村の連中を守るのを忘れんなよ。何がしていいのかはわからねえけど、あいつらに勝手な真似はさせるな。アーロンさんが相手をするまでもねえ。俺が片付けてやるぞ。
足場は固まったな。ぼちぼちアーロンをぶっ飛ばしに行こうぜ。ここの水路はスイッチが3つあるの。全部壊さないと中には入れないわよ。俺たちが敵をザコどもを食い止める。この間に何とかしろ。やれ、敵をぶち殺せ。よし、一つは俺に任せろ。終わらねえからな。よっ、
ってのはどいつだ。アーロンってのは俺の名だが。俺はルフィ。そうかルフィ、てめえは何だ。海賊。海賊が俺に何の用だ。てめえは一体。血の公開誌を泣かすなよ。見てろ子供。俺はお前をぶっ飛ばしに来たんだ。小ザキ加藤種族。てとてめえらじゃ生まれた瞬間からすでに次元が違うんだよ。もういい、小細工はなしだ。行儀は悪いな。
三刀流ゴムゴムのキャノンヘッドーシやっとあいつを助ける方法が分かった、こんな部屋があるからいけねえんだ。痛くもねえあいつの居場所なんて俺が全部ぶっ壊してやる。次乗るなんで加藤種族はゴムゴムのだけど、やっとみんな自由になれた。ほほー。